どうもこんにちは、そろそろやめたい晴れ男です。木曜グリーン小林希代です。お願いします。はもう本当に晴れ男だと思ってたのに、毎回ちょっと今日も小雨降って、これはもうまずいと思ってテルテル坊主作ってきました。ということで今回は、横須賀中央駅にやってまいりました。いやー何するんですか今日は。あと、あ、いいんですか、ありがとうございます。猫の額ほど前の視聴者リクエストありがとうございます。カレーか、カレー有名なんですか。横須賀海軍カレーですか。聞いたことないです。手の町横須賀。あ、そうなんだ。めっちゃ気になります、海軍。ってことで敬礼。うわ、やばいっすよ、めっちゃ並んでますよ。いえー、カレーフェスすごい。見てください、これずらりと並んでるお店、すごい数ありますよ。いえー、すげえ、全部これ全部カレーのお店なんですよ。めちゃめちゃ人もたくさんいて、すごっ。今回で何回目くらいなんですか。平成11年からやってまして、はい、まあ回数から2回抜けちゃってるんですけど、はい、24回目です。いえ、もう僕が生まれる前からじゃあもうやってる。何年生まれなんですか。僕平成14年生まれ。はい、そうです。じゃあ生まれる前から。いえ、3年ぶりってお聞きしたんですけど。そうなんですよ。それでちょうどできなくなる前の年がカレーのフェスティバル20周年だったので、はい、大々的にやったんですね。はい、今回のお店の倍のお店を出していただいて。倍ですか。めちゃくちゃ店舗ありましたよ。それよくもまだあって、2日間で6万人以上来ていただいたんです。でそれがもう急にできなくなっちゃったんですよ、2年間。うわ、なるほど。だから、まあ、コロナの対策をして少し規模は縮小したんですけど、はい、本当にできてよかったです。嬉しいです。絶対待ちわびていた人も絶対いますよね。事前申し込み制にした部分があるので、はい、たくさんもう申し込みしていただいてる。それだけ愛されているイベントと思います。絶対にそうだと思います。うわ、めちゃくちゃいいですね。僕あんまり海軍カレーについてあんまり詳しくなくて、海軍カレーってどうやって生まれたんだろうなって思って、はい、昔は日本海軍で船に乗ってると、はい、曜日が分からなくなる兵隊さんがたくさんいたので。あ、なるほど。で、曜日を分かるように金曜日に出したっていうふうに言われてて、でそれのレシピが現代風にアレンジされて、はい、今の海軍カレーで市内各地で出されてるっていう。なるほど、はい、マジでめっちゃ並んでるんですよ。一回僕も並んでいいですか。でも若干雨が強まってるっていう。強まってる。ありがとうございます。見てください、すごい、めちゃくちゃ美味しそう。3種類カレーがあって、真ん中にご飯があって、3種類楽しめるって感じなので、早速いただいていきたいと思います。つけていただきます。うん、めっちゃコク効いてて、あ、美味しい。結構普通のカレーよりも旨味があって、めちゃくちゃ美味しいです。ちょっとこっちのチーズがある方いただきたいと思います。うん、甘い。うん、なんだこれ、全然味違う。もっと似てるかと思ったら本当に全然違かった。リンゴとかかな、なんか甘い感じで、辛さとかは全くないです。美味しい。じゃあこっちのじゃがいもとかが入ってる方いただきます。せっかくなんでじゃがいももいただきます。いきます。もっ、じゃがいもがめちゃくちゃホクホクで味が染みてるんですよ。めっちゃ美味しかったです。それが並んだ甲斐ありました。美味しい。まだまだフェスを楽しみます。次に並んでゲットしたのは横須賀海軍カレーパン。横須賀海軍カレーパン祭りと題して、いくつものパン屋さんのカレーパンがランダムに3個入ったカレーパンセットが販売されていたんです。全部美味しくいただきました。うん、中がすごいしっとりしてて
なのにこのコーンフレークがサクサクなんでめっちゃ食感が面白いです。美味しい。こうやってなんかランダムに3種類っていうだけでめちゃめちゃそれだけでちょっとワクワク感が出ますし、普段買わない商品が入ってる可能性もあるので、その中で新しいカレーの出会いっていうか、めちゃくちゃチャレンジしてよかったです。え、カレーのバイキングですか？めっちゃありますよ。すごっ。ちょっと見ても分かんないんで、もう早速お店に。すいません、魚って書いてあるんですけど、はい、これさ、なんか関係してるんですか？いや、もともと魚を扱う店だったのでギュランテって言います。あ、そうなんですね、はいはい。今はもうカレー1本になっちゃってるんですけどね。あ、逆にカレー1本ですよ。そう、ぜひ一つ、いただいてもいいですか？一つどうぞどうぞ。ぜひぜひ。わー、ありがとうございます。嬉しい。します。一つ目の記念すべき一つ目、ありがとうございます。すいません、なんか色がなんか独特な色の感じで、どんなカレーなんですか？ね、20種類ものいろんな材料が入ってるんですね。なんか味とかってどんな感じなんですか？食べていただけるの？あ、もう分かります。食べたら一番分かるみたいな。すいません、なんか名前がすごい特徴的だと思ったんですけど、なんでこういう名前なんですかね？で、グンカンペリー。あ、グンカンペリー。食べてください。あ、ぜひじゃあ一ついただいてもいいですか？わあ、嬉しい。3つ入りました。わあ、でもこれ楽しい。いやー、美味しそう。なかなかカレー2つって食べないですよね。ちょっとやばい、ちょっと待って、ちょっと説明して。何か、え、なんだこれ、え、めっちゃうまいんですけど、今まで食べたことない味します。グリーンカレーに近い感じなのかな。やっぱコクがまろやかでめちゃくちゃ美味しい。甘くて美味しい。あ、めっちゃスパイシー効いててめっちゃ美味しい。なんかカレーの中のなんかウサインボルトみたいな感じで、その路線は強いなっていう。え、全部味ちゃんと違う。いや、めっちゃ楽しいですね。なんか自分でこうやって好きなどこにしようかなって選ぶ楽しさもありますし、めちゃめちゃいいなって思いました。そこが体験型のカレーっていうか、もはや。美味しかったです。美味しかったですか？美味しかった。おお。カレーが好きで食べに行こうよって誘って。おお、めっちゃいいっすね。結構友達とかにも言ったらね、うん、結構もう東京の人とか埼玉の子とか群馬の子とか来てくれたすごいすごい。いろんな味があって美味しいですね。できるだけ食べてやろうと思って。いや、横須賀カレーフェスティバル2022、いや、ほんと最高でしたね。ここで食べるカレーはやばいっす。海もあるし、こういう人の温かみもあるし、もうカレー 4.5 倍ぐらい美味しくなってます、普通のカレーより。もっとカレーについて知りたいなって思ったし、いろいろ食べたいなって思いましたね。ということで、以上、木曜グリーン小林輝星でした。カレー食べるぞー。